さあやっていきましょう。今回はベベ使います。ベベと遊ぶとみんな元気なくなるんだよね。なんでだろう。俺はそんなことないと思うけどな。じゃあちょっと俺と遊んでみないか。しりとりしよう。しりとり行くよ。リンゴ、ルーレット、ルビー、ルイージ。ルス、ルーズベルト大統領。性能を見ていきましょう。スキルが自分のデッキの駒が全て魔属性の時に発動で、盤面で表になっている間または700の毒ダメージを相手に与え、コンボスキルが自分のデッキの駒が全て魔属性の時に発動でひっくり返した後の相手の駒数かける215の特殊ダメージということで、まあ、スキルが毒、コンボスキルがコインカースですね。でスキルの毒も700の毒ダメージということなので、序盤から置けたらかなりアドは取れるんじゃないかなとも思いますし、コンボスキルもまあ215のコインカースって普通に強いですね。あの倍率としてはかなり高いと思います。ただそうですね、魔属性じゃないとね、自分のデッキの駒が全て魔属性、すなわち、まあ、魔単じゃないと発動しないっていうところが、まあ、こいつの弱いところではありますが、最近魔属性の駒もねちょっと強い駒が多くなってきたので、まあ、普通に出番はあるんじゃないかなと思います。ただこのスキルの毒が700の毒っていうのはまあ強いんですけど、ヘイランリーダーとかに比べるとね、ちょっとこいつをリーダーにするっていうのは最近は見かけないかなとも思ったので、ヘイラン持ってない方におすすめの一枚みたいな感じですね。ということで今回は、ベベリーダーで魔単を組んできました。まあ、毒をちょいちょい入れて、まあ、あとは呪いも1枚だけ序章入れて、吸収もまあ入れて手駒ロックでまあ耐えていこうという感じですね。まあ、吸収と手駒ロックで延命しつつ毒を与え続けるみたいな、そういうデッキでございます。ではやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。シーラザードリーダーということは、これこちらが有利なのでは。毒デッキだし呪いもあるし、ただなるほどなるほど、ちょっとな、これはどうしようかな。先行取っちゃったか。まあまあまあ盤面重視で攻めていくんですが、これ意外とリッチ捨てましょう。これ意外とリッチ捨てるのありなんですよ。というのもこの先ね、リッチのコンボスキルを一発でも打てる可能性があって、イベットを置いたところで次の引きが悪ければリッチ捨てることになるだろうし、イベットは取っておこう。おお、オーバーロード、これバーロー耐久というやつでは、いわゆるフィローギスとか出してくれればルキアのケアをする必要はないんですけど、とりあえずここにイベットでも置いときましょう。神タンかどうかちょっとわからないな、まだ。これ神タンの可能性もあるな。もしフィローギスとか入れてるんだったら S5B に、ね、なるはずなんで、29000の HP は、まあ、うなずけるか。お、そっち置いてきましたね。オッケーオッケー。これ E3 に取られる。個人的にはそっち置かれた方が、まだマシなのかなとも思ったり、思わなかったりって感じですね。一回ここはルキアでお茶濁しときますか。ベベを変置きしたいんで。ルキアでこっち取って。うん、いいですね。なんだかんだ。リッチ生き残ってるぞ。これリッチ取ってくるか、それとも上を取るか。リッチを取るか、ブリュンヒルデのコンボスキルを打つか。打ってきましたね。あ、ブライダルサホ姫可愛らしいな。あ、すごい、ちょうど1000の回復だ。シーラーザード 3% これちょうど、そうなんだ、知らなかったわ。知らなかったっていうか、そうなるんだ。あー、これいや、月で取っときたいな。これもちょっと捨てよう。うん、おい、オッケーオッケーオッケー。これシーラーザード取られるわけにはいかんでしょ。2ターンはポチの毒が入るな。よし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 。とりあえずこれでシーラーザードのコンボスキルが発動するかどうかで、神タンかどうかを見極めましょう。あ、神タンですね。オッケーです。よし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 。スキル上がってないのも少し助かります。おお、すごい、なんかちょうど1000の回復って見てて気持ちいいな。こい、序章いいね。呪い駒が一つ引けてる。ただまあ、呪い駒って言ってもこいつしか今回入れてないから、そこまで効くわけではないんですけどね。オッケーオッケー、毒強いですよ。よしよし、ここからベベさんがね、シーラザード追い詰めていきますから。つってもまあ、ベベの毒シーラザードの回復量に負けてるんですけどね。いいのかそれで。 S 駒だぞこっち。はい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 、ポチは取らずに盤面を取っていく。 F4 取ってきましたね。こい、ビビー、まあビビー置いとくか普通に。うん、序章なんか早い気がするしな。オークオークファントムショット、おお、ポチさんが大活躍してるぜ。よし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 、毒入れて、オークオークオーク。これはデッキ相性がかなり、まあ、とはいえ盤面取られてはいけないので、ここから盤面重視でまだまだ攻めていくんですけど、まあ、ポチ取るかな。 E3 あたり取る。あー、なるほど、仕打ちしてきたか。いや、うまいなこれ。この仕打ち実はうまくて、私これ D6 に置くのが最善手。いや、でもダメだなこれ。いや、ダメだ、
ちょっとベベを取らせるわけにはいかないな。あー、ただどこ置こうかな。その場合確か D6 が良かったはずなんですけど、でもベベ取られてしまうと嫌なんで、ちょっとしょうがないか、こっち行こう。うん、ほい、よし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 、吸収もすかさずねしていって、相手うまいな、ちゃんとポチを取らないっていうのがうまいですね。さあこれでどう置いてくるか、そろそろポチ取るか、まあ、ポチ取るとすれば D のに、うん、そこだな、そこ置いてきまして、これ2枚ちょうどだっけ、2枚ちょうどか、残念、2枚ちょうどじゃなければってところも少しあったんですが、まあしょうがないですね。あれかどう、一回あるか、ここ開けておこうか、よしよしよし、ダメージ重視いこうね、よしよし、いいぞいいぞ。でこれでサホ姫のコンボ打つか、それともあ X 打ってくる可能性あるから、いやさすがにないか、 X 打ってしまうと私 B 中取ってしまうと、A6 か F6 カード取れるんでね、あー A2 とか、うん、そこだ、そこ置いてきてか、リコスのこれなんだっけ、シンパリコスか、ちょっと珍しい子入ってる、ここまだな、まあ、こっち取るか、相手の取れるところ手にしてこう、よしよし、ただここから盤面が少しねちょっと崩れてくるかもね、まあでもベル取られることは多分ないな、あでも X 置いてくると私が D6 の方ではいい話だな、そうするとカード取れる、あーオーバーロードしてくるけど、でも相手の HP ももう一番ちょっとしかないんで押し切れそうではある、オッケー、復讐のムチ、ムチ打ちをどんどんしていきましょうね、よし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 、ただカルマメイのコンボは HP が 40% 以下じゃないと発動しないんで、ここで回復オーラ引いてきたか、なるほど、あふれんばかりの威厳にひれ伏すにゃ、ひれ伏さないぜそんな威厳には、なあ、でも回復力すごいな、なるほどなるほど、ここなんですが、まあ焦ることはないな、あいいね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 、これ素晴らしい、これ素晴らしい花火が見れそうですよ、これちょっと一回こっち行くか、ほい、よし、次仕留めるマダムデビレ召喚されるからねブランジェットが、 OK、 やっぱり S かなり入ってたみたいだな、えでも B 俺撃たれたっけ覚えてね、いや B なしだったのかな、よし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 、もらったぜ、これはもらった、行かしてもらおうじゃないか、マダム出番ですわよ、苦しみなさい、うら強いラーナなんていらなかったんだな、マダムで十分、大勢ありがとうございました、はい対戦よろしくお願いします、乱量リーダーさんこんにちは、私と遊ぼうじゃないか、おおほほ、神タンかな、マタン対神タンだとまあ状況にもよるけど、個人的には神タンの方がまあ一歩リードするのかなと思っていますけども、手駒はかなり強いですねこれね、うん、変置きで強い駒がですね、ブランジェッタとドルシーみたいな感じで相当引けています、とりあえずここは初手イーグヤホですかね、初手イーグヤホベベ、ブランジェッタか、ドルシーかはお好みでみたいな感じなんですが、個人的にはブランジェッタを置きたい、やっぱ変置きするっていうことなんで、最悪ドルシーは変置きじゃなくても強いですからね、うん、ここはとりあえず初手イーグヤホでいきましょう、相手はフェアリーフェンサーを出してきたか、 HP 的に S4B0 かな、うん、S4 オール A の可能性が高いかなと思ってはいるけど、正月乱量リーダーでもないし HP28000 超えてるから、まあ、B 入ってる可能性もなきにしもアラクですねとか言ってたら、アラク来るのかな、お？アラクは入れてそうだなって思ってるんですけど、アラジン、アラまでは合ってたな、名前の名前の最初の2文字目までは合ってたんですけどね、ショーを始めよう、いいですね、これハローカードいけてるのはここぞという時にハローカードを打つことにより一旦稼ぐことができますね。さてここからの展開なんですが、マダムデビを引きたい、正直言うと、うん、ブランジェッタとの相性が抜群ですからね、あの辺はね、で F3 にアラク、ラケにしもアラクしちゃう、お、ラケにしもラケにしもラケにしも不義ラケにしも不義、なるほど、じゃあここなんですけど、あーカルマメイカどうしようかな、これドルシー打てるんですけど、ドルシー取らせるか、いや取らせてもなんかあれだな、ハロウィンアルカード捨てるか、いやこれドルシー取らせますか、うん、捨てドルシー、ドルシーいらない子捨てましょう、うん、まあそれでも1800の毒を入れてくれてるから悪くないんですけど、まあ、別に C5 に来てもハロカードが打てるので、よしよし、おお、えデバフ L とか入れてたんだ、それは分からんかった、
なかなか面白い構築だな。お、いいねこれ、いいぞ。出るところによってはこれ最強の位置なんじゃいやでもとりあえずここは先にブランジェッタ間違いない。よしよしよし。そうですね、個人的にはベベの上とかブランジェッタの下あたりに次のターン、このアクイルクエンの召喚ですよ、ポチがワンワンと出てきてくれればいいんですけど、まあでもこれどう来るか。普通に E のようにコンボスキルの強い駒を置かれてしまうときついぞ。ガラム、はい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 、ガラムね、まあ、ガラム 1.5 だし受ける余裕はあるな。ジークリートとか打たれるとあれだけど、ここでガラムを消す方が愚の骨頂であればこっちでしょ。ガラムどこに出るの。いいじゃん、悪くないじゃん。あーでもガラムのコンボスキルの先ではあるけど、さあどうする。このポチを返すか、返したらブランジェッタのコンボスキルを使わせてもらいますよ。まあいずれにせよ私のアドバンテージになるかな。でも私だったら D の位置迷わず取るんですけど、どうするかな。取ってほしくないな。おしよしよしよし、オッケーオッケー、いいですよ。ただキムンカムに置かれてしまったのはちょいヤバですね。なんか来るかな。おし、マダムデビー、とりあえずここもうハロカード打ちましょうか。うん、ハロカードを打って、いや待てよ、ハロカード打った場合相手どう来る。ちょっとここ考えますね。ハロカードどこ置く。 A3 取ると、いやでもまあ X 打ったないか。 だからこそハロカードだな。ここでハロウィンガールカードを打って、 B の2ですね。 B の2になんか来たらあれなんで、まあ、最悪角取れるんですけど、それをちょっと警戒して、もうこれは手駒ロックしていきましょう。確実に HP は半分以下になるんで、普通にエンデガとか打たれるだけでやらしい。 OKOKOK、 なるほど、はい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 。ただちょっとキムカムのバフがあれだな、まずいな。お、これとんでもないからぐらい、ちょっと待てよ、3600、4800、5500の2倍、11000、11000毒で出すことができる、多分俺の計算が正しければ。なので2000削れればいいわけだ。こいつのコンボスキルは80ってことは、4、8、13、17、あ、いけそうですね。いや、無理か。いや、カルマメ、いや、ダメだ。こいつ出すしかない。いや、でも、あ、そっか。ブランジェッタのコンボできるわ。いけ。これ多分足りる。私の計算が正しければ足ります。よしよし。これで、いける。な。よし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 。マダムデビで2100出ると信じてたよ。よし。対戦ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。なんか、ブランジェッタとマダムデビのコンボが強いみたいな動画になってしまいましたが、いや結果的にはね、最初からベベを置けたからこそ、そのベベの700の毒があったからこそ仕留められたということなので、まあベベもね700の毒ということで、まあ最初から置けたら強いんですよっていうのをね伝えたかったわけですよまあでもね、ヘイランとか持ってない人だったらベベリーダーで、まあ、マタンを組んでですね、まあそのベベリーダーで他のまあ S ゴマとか、あと A ゴマにね、魔の A ゴマ強いの持ってたら、組んでみてもいいんじゃないかなと。マタン毒耐久みたいな感じでね、ハロウィンアルカードはまあ最近始められた方は持ってないかなと思うんですけど、ルキアはクラスマッチで取れますし、まあ、その他にもイーグエホとかもバトルコインで買えたり、まあ、最近始められた方は多分イーグエホバトルコインで買わないと思うんですけど、それ以外でもテラーナイトとかリーラとかデバフ系をね入れるだけでもかなり変わると思いますので、ぜひベベさん使ってみてください。てのもこのベベはね逆転コイン交換限定コマなので、まあガチャを回して、まあ、ちょっとガチャのキャラね、いらないやつを売って逆転コインに余裕がある方はですね、逆転コインで交換すればこいつを手に入れることができますので、ぜひ使ってみてください。では今回この辺で終わってみたい終わっておきたい終わってみたいってなんだ終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。